はいえー、と今回、吉野エリアで作品を2つ展示していただいている黒川さんです。よろしくお願いいたします。よろししくお願いしますえとまず黒川さんにです、ね、これまでどういう作品を作ってきたのかお尋ねしたいんですけれども、お話いただけますでしょうか、はいえー、と僕は普段彫刻であるとかパフォーマンスの作品を作っているんですけれども、えっ、ー、と,とか環境と結構あの人の。 体もこう組み合わさったりとかあの人が関わったりするような作品をよく作っていて、えー、っとで今回吉野ではえっと2つ作品を出させていただいてまして、えー、1つはえっと石,の、まあ、石にですねこう穴をちょっとこう開けてそこにこうあの人が頭を突っ込んであの来た人が頭を突っ込めるようになっているんですけども、えっと、中で、えっと 音が石のその穴の中に反響するんです。で、その周りのこう鳥の音とか鳥の声とかあの風の音とかがこう反響している音をえっ、ー、とその石の中でこう頭突っ込んで聞くっていうえっ、ー、と作品があります。で、それをえっとリコ出していて、えー、もう一つは、えー、吉野のあの地元の方々にえっ、ー、とちょっとこう写真のモデルになっていただきまして。えー そうですねくず職人であるとか、えっと、杉の,あの林業のお仕,お仕事をされている方とか、えーまあ、地元のいろんな方々と一緒に、えっと、吉野に生えている草をあの探しに行って、えー、草をこう持ったりとか身につけたりしながら、えっとまあ、草と一緒に、えっと、写真を撮るみたいな作品を作らせていただいています。 岩の,の作品に関しては本当にあれ中に入らないともうぜひ入ってほしいですよね中に入らないとさらにその作品の良さがわからないというか入ってからこそ成立するような作品だと思うんですけれどもあの、えーまあ、みんなで吉野の,あの観光協会の方ですとかいろんな方と視察にまず行った時に。 みんなあの作品大喜びだったんですねそうです <laughs> みんなでこう順番に頭をこう突っ込んで写真に撮ってっていうので,でまたその写真がねすごくこう岩の中に頭を突っ込んでいるっていう写真になるのでそれがまた皆さんいろんなもう地域の方に拡散して拡散してっていうようなことで大変話題になっている <laughs> でもう一つは本当にあに地域の方とコミュニケーションをとって。 あの作られたと思うんですけれども、えー、どういうあのモデルになっている方々っていうのはどのようにして選ばれたんですか、ね、あの最初は僕あの吉野の,その,、まあ、あのメインになっている道があると思うんですけどもあそこのこうお店にチラシ作ってあの一軒一軒回ってモデル募集してますってあの突撃しまして、えー、とでその時に、えー、とちょうどその、えー くず、まあの,あの職人さんが「まあ、僕出て,出,出てあげるよ」っていうふうに言ってくださってあの出ていただいたりとかあとは僕がもともと知り合いで、えーとまあ、吉野でまちづくりの活動されてる方がいらっしゃったんですけどもその方にちょっとご相談させていただいて、えー、とでこういう人どうっていう感じでつないでいただいたりとかっていうこともありました。 あのその写真の作品もすごく大きくってで、だけどすごく風景に溶け込んでいるし、また地域の人たちももう大喜びだったんですよね、<laughs> 本当に記念になるというか、まあ、自分がこうモデルになるマインドトレイルがあることでアートに行て、さらに今度は写真作品の中に、作品になってしまったということで、皆さん、本当に大喜びされていたんです。 それがまたあの作品を通しても分かりましたしやっぱりあの空間といいますかあの小さな公園のようなところに異物感もありつつきちんとこう作,品作品を通して自然も見れるし地域の方も見れるの顔が分かるっていうのはすごく面白い作品 <laughs> だったと思ってますでああの黒川さんは奈良にはよく行かれたりするんでしょうか あ、そうですね。僕はでもあの展覧会の機会がまあ、ちょこちょここういただいたりとかするので、それでなんやかんや毎年あの奈良にあの伺ってました。吉野はどうですか？吉野は実は初めて。そうですか。どんな最初どんな印象あのイメージを持っていらっしゃいましたか？あのまあ、来る前は本当にあの修験道の場所とか。 あの吉野くずとか吉野杉とか,なんかそういうこう、まあ、ワードでこう知ってるっていうぐらいの感じだったんですけども結構来たら何て言うんですかねあの自然の雄大さに結構圧倒されましてでやっぱりその、まあ、そ,そういう,こうすごい自然の環境とあとはその、まあ、お寺とかジュニアがたくさんあるんですけどもなんかこうあの鐘の音とか太鼓の音が普通にこう。 街歩いてると聞こえてきたりとか、なんかその祈りみたいなことと、まあ、自,然みたいな自然に対するこう距離感みたいなものとか、なんかそういうのがこうすごい地続きにつながってる感じがして、あのそれはこういかないと分からなかったなと思います、ね。そうですね。あのと、すごくその奈良の中でも特殊な特別な場所だと思うんですけれども、そこにすごくシンボリックな作品を黒川さん、えー、設置していただいてますね。なんかが鳴る タイミングであの岩にこう突っ込んでるとまた楽しみ方もね、体験す,、ね <laughs> はい、するかもしれないですありがとうございます。最後にですね、あのちょっとこれからあのご覧になる方も、マインドトレーニング遊びに行くっていう方もいらっしゃると思うので、黒川さんから一言メッセージいただいてもいいでしょうか。えっとそうですね、あのまずはですね、まあもう吉野のその 土地の環境が非常に美しいので,でこれからあのどんどん紅葉も深まっていくと思うんですねあの。今週末ぐらいが多分ピークになるんじゃないかなと思うんですけどもあのそういう自然もありますしでもあのぜひ町の,の方にちょっとこう話しかけてみていただいたりとかあのコミュニケーション 一歩踏み込んで見れる場所だと思うのでそういう楽しみ方もあのぜひしてみてもらいたいなと思います。そうですね吉野の方結構気さくな方多くって、まあ、ご商売やられてる方も多いので、はい、すごくなんか,う、ね、なんかもう本当に自分であのオリジナルの地図作ってくださってたりとか,あのなんかこう独自の案内をあのしようとしてくださっる方もたくさんいらっしゃるのであのぜひ話して かけてみてもらいたいなと思います。はい。じゃあ、ええー、黒川さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。